レオン・チョルゴッシュ・レオン・フランク・チョルゴッシュは、アメリカ合衆国の無政府主義者、ウィリアム・マッキン・リー大統領を暗殺したことで知られる。名字はニーマンなどとも、ミシガン州アルピーナにて、父ポール・チョルゴッシュと、母マリーナ・ウアクトの間に生まれる。コア・レオンを含め8子より、両親とも、ポーランド・カトリック系移民であった。祖先は、現在のベラルーシ出身とされ、 父は1860年代にフロドナ近郊のオストロベッツからアメリカ合衆国へ移住したものとみられる。合衆国到着時は自らをハンガリー人としたものの、名字の綴りをジョーグ氏からチョルゴッシュに変更。レオンが5歳の時、一家はデトロイトに転居。ついで10歳の時にオハイオ州ウォーレンスビルにある家族所有の農場を離れ、兄二人と共に、 アメリカ鉄鋼電線車で働く。工場労働者がストライキを打つと、レオンは兄二人ともども解雇され、家族所有の農場へ戻ることとなる。16歳の時には、ペンシルベニア州ナトローナのガラス工場で働き始めるが、2年後帰郷1898年、多くは暴動に終わる一連のストライキを目撃した、後ママハハヒーテは家族の報じる。 ローマカトリック教会の心情と、たびたび衝突していた実家に再び戻る。ヨステニ人となったレオンは、社会主義、無政府主義系の新聞を読み漁る日々を過ごす。その後、政治活動家のエマゴールドマンの演説に感銘を受け、1901年にクリーブランドで行われた彼女の講義に、初めて参加。講義から数日経過したある日、シカゴにある彼女の自宅を、 ニーマンの偽名を使って訪れるも当時駅へ向かっており不在であった。そのためクリーブランドの社会主義者への落胆を伝え駅にいる無政府主義者仲間を紹介してもらうことにした。なお、ゴールドマン自身はチョルゴッシュを擁護すべく一筆書き送っている。一方、旧新派の新聞自由社会紙はチョルゴッシュへの注意喚起を促す次のような記事を掲載。 同志たちの注意は、もう一人のスパイに向けられている。彼は中勢で、肩幅が狭く、金髪で年の頃は25。現在まで、シカゴやクリーブランドに出没。彼の態度は人並みで、主義に相当興味を持っているふりをしており、来るべき暴動への支援を強く求めている。もし上記と同じ人物が姿を現せば、同志はあらかじめ警戒し、叱るべき行動を取られたい。 いずれにせよ、チョルゴッシュは、アメリカ社会に富裕層が貧困層を搾取することで、焼け太る不平等が存在し、その理由が政府自体にあると結論づけた。そのような中、ヨーロッパで発生した、ある事件を聞きつけ人生が一変。1900年7月29日、イタリア国王ウンベルト一世が無政府主義者、ガエトのブレイ氏により、銃で暗殺されたのである。 暗殺事件はアメリカの無政府主義運動に衝撃と影響を与え、ニューヨーク市警のジョセフ・ペトロシーノは同様の団体がマッキンリー大統領を狙っているのではないかとした。しかし、マッキンリー自身は彼の警戒を一個だにせずに終わる。マッキンリーを狙撃するジョルゴッシュのスケッチ1901年8月31日、ジョルゴッシュは ニューヨーク州バッファローのパンアメリカン博覧会場に足を運ぶ。9月6日、合計8ミリの連発拳銃を携え、再度博覧会場に来場。この拳銃は4日前に4ドル50セントで購入したものであった。午後4時7分、音楽制度でマッキンリーに近づき2発発射。1発目はマッキンリーのジャケットに止まるも、2発目が致命的な傷を負わせることとなる。 銃撃事件から8日後の9月14日、感染症により高い。マッキンリーが銃撃を受け広報に倒れ込んだ直後、群衆の多くは、チョルゴッシュに襲いかかるが、大統領が彼に危害を与えないでくれというと、群衆は警察が来るまでそのまま束縛。チョルゴッシュは、警察本部に護送されるまで、バッファロー市内の警察署の独房で過ごすこととなる。暗殺事件を受け、 新たに就任したセオドア・ルーズベルト大統領は、無政府主義者の鎮圧と比べると、他の、いかなる疑問も重要ではないとの声明を発表。マッキンリー死去前日の9月13日、チョルゴッシュが改装中の警察本部から、エリー軍女子刑務所に送られた。16日には、エリー軍拘置所へ、身柄が移され、法廷に召喚。大陪審が、第一級殺人罪で起訴した後、 オーバーン州立刑務所へと移される。チョルゴッシュは投獄中、監視には遠慮なく話しかけたが、弁護人や精神科運転を行うために送られた精神科医との接見は一切拒否。後半中はトマス・ペニーが弁護を担当。チョルゴッシュ自身は無罪を嘆願するも、トルーマン・シー・ホワイト統括判事はこれを却下し、有罪を申し立てた。 マッキンリー死去から9日後の9月23日に行われた裁判において、チョルゴッシュの弁護人は、本人が一切口を聞かなかったため準備すらできずしまいであった。その結果、チョルゴッシュが当時精神異常をきたしていたため、大統領を暗殺しても有罪にはなり得ないと主張するに至る。一方、検察官は無政府主義への系統をことさらに強調し、陪審員に、 迅速な判決と死刑執行等を要求。弁護側は何らかの精神異常に一時的にでもかかっていたという証拠が見つけられなかったため、判決は決まったも同然であった。たとえ陪審員がチョルゴシュが精神異常をきたしていたと信じていても、今度は精神異常の法的定義が必要となる。なお、ニューヨーク州法では自分が何をしているのか理解できない場合に限り、 法的には精神異常とされる。トマス・ペニーの要求により、ホワイトは、陪審員に、チョルゴッシュが精神異常ではないこと、自分が何をしているのか十分認識していること、という検察側の主張を支持するよう命じて、閉廷となった。9月24日、陪審員が、ほんの1時間だけ審議した後、有罪判決が言い渡された。9月26日には、陪審員が、 万丈一致で死刑を休刑。チョルゴッシュは、ひたすら沈黙を守り、有罪判決にも、死刑休刑にも、感情を一切あらわにしなかったと言われている。1901年10月29日、オーバーン刑務所にて、死刑執行。マッキンリーの死から45日後のことであった。その後ジョン・ティ・ゲリンにより検死がなされ、脳は、エドワード・アンソニー・スピツカが解剖。 遺体は検視の後、刑務所の敷地内に埋葬されることとなる。なお、埋葬に際しては、遺体が見るも無残な姿となるよう、棺に硫酸を注入。管理人は、遺体が分解するまで12時間はかかったと、推定している。エマ・ゴールドマンが暗殺事件に関与した容疑で逮捕されたものの、証拠不十分につき釈放。後に、論説、バッファローの悲劇を、 自由社会が身に寄稿すると悪評を一気に招いてしまう。論説の中でチョルゴッシュをブルータスになぞらえ、マッキンリーを金欲とトラストをと呼んだためであった。なお、ゴールドマンによるチョルゴッシュ用語の姿勢を支持する無政府主義者や求心派はおらず、むしろ運動に差し支えるのではと考えていた。反抗現場となった音楽制度は、 博覧会場もろとも1901年11月に解体。現場付近は現在住宅街となっており、石標が建てられている。チョルゴッシュが用いた拳銃はバッファロー市内の歴史博物館に展示。後にマサチューセッツ州精神衛生局長となるロイド・バーノンブリックスは、チョルゴッシュの警視直後にウォルター・カニング博士の見解を指示しつつ、事件を解雇している。 ブリックスは、チョルゴッシュが、長年にわたり何らかの精神病に罹患している、人間と結論づけた上で、大統領暗殺に関し責任能力が問えるか、どうかについては、大きな疑問が残るとした。ドクター・マクドナルド・ S ・ディスクリプション・オブ・ザ・トライアル。ありがとうございます。